番。もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら。はい、こんばんは、岩田美穂です。皆さんこんばんは、畑沙和子です。はい、この番組は現在インターネットラジオリスラジにて放送されているラジオ配信サービスメゾンドイーコへ、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、略して、はい、もしこいの魅力的な番組を、はい、A&C プラスのリスナーさんにご紹介するナビゲート番組です。そうです。はい、早速ですが、まずお便りを1つお願いします。ラジオネームとつかなさんです。はい、みつおさん、さわこさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。最近一層寒くなりましたが、僕にとっては良い季節です。ん？なぜなら、はい、虫が少ないから。あー、やっぱり多いですね、虫の嫌いな人ってね。僕は子供の頃カブトムシやクワガタなどの昆虫が大好きだったはずなのに、今は全く触れなくなってしまいました。なんでだろうね。僕だけではなく周りの友達もほとんど触れなくなっていて、なんでなんだろうと不思議に思います、うん、お二人は虫は大丈夫ですかとのことですね。というわけですけど、どうですか、虫は。まあまあまあ、あまり好きじゃない方でしたね。でも、そうですね、全然ダメですね。ただ、あの、子供の頃は学童保育に行ってたので、はいはい、なんか鳥を飼ってたんです。ウコッケーを。ウコッケー危なく今ファルセットになりそうでした。これウコッケーみたいなね。ウコッケー飼ってて、うん、なんかあの産んだらみんなもらえ順番応えてもらえたんですけど、卵、はい、高いですよ。ウコッケーの卵。大人になって知ったんですけど、でもその時にそのウコッケーの餌を自分たちで取るというので、はい、畑ひっくり返してミミズを集めて、ちょっとちょっと、その卵最高に勇気なウコッケーの卵じゃないですかでやってたので、昔は触れたはずなんですけど、はい、今はもうダメですか。ダメですね。虫なんでだろうね。なんか年を取ると虫が触れなくなる傾向が結構あるじゃないですか。なんかそれがなんか自分たちとは違う生き物だっていうことを明確に意識し始めるからじゃないですか、うん、確かにね。ちょっと難しいこと言うと、あの虫って特別じゃないですか、はい、いわゆる生態の中でのこう、うん、それこそあの変な話、これは宇宙から来たんじゃないかって言われるぐらい、その生態系がちょっと爬虫類哺乳類とはさ明確に違うじゃないですか、はい、昆虫って、うん、だからちょっとそういうことも言われてたりするぐらい、うん、ね、あんなちっぽけなものが。そうなんですよね、異質なものではあるよね。やっぱ蝶とかもパッと見綺麗ですけど、やっぱりちょっと近くで見るとおーんってなりますもんね。確かにね、まあ、僕は、まあ、結構いろいろ虫はね、はい、あの捕まえたり飼ったりしてたんですけど、はい、いっぱい一番衝撃的だったのは、あれですかね。何ですか。カイコですかね。あ、うちね、あの所沢のね、僕の家の前はね、あの桑畑だったんですよ、はい、だからよくカイコさんがね、その、食ったやつを置いていくんですね、はいはいはい、その中にカイコさんがいるんで、それをこう可愛いじゃないですか、白くて綺麗なんですよね、カイコさん、うん、でそれを家でね、で葉っぱいくらでもあるからクワが、はい、それをバカバカこうやって育ててたんですよ、はい、そしたらあの次の日パッと見たら、はい、眉になってるんですよ、うわー眉だーと思って、綺麗で、僕それも真っ白で綺麗でね、すごいとか思ってそれをずっと観察してたんですね、はい、でわー、いつになったらこれね、あの成虫になるんだろうと思って、ね、子供ながら見てたら、ある日朝にね、こうやって行って、はい、あのカバーかけてたんで、はい、なんかそのカバーからうわーって音がするんですよ、はい、なんだこの音と思って、はい、ふわっと見たら、なんでしょうね、巨大な白いガがいるんですよ、モスラがいるんですよ。羽をこうね、小刻みにこうやってる音は、これはビビりましたね。これ逃がそう逃がそうと思うんだけど、カイコって飛べないんですよ。飛べないんですか。飛べないんですよ。もうカイコはもうそのなんだろう、眉の絹を取るためだけにこうやられてきたみたいな。ああ、なるほど。もうお腹が大きくてね、ブブブブってだけで全然音がするだけで。子供の構成になりますよね。なんかどんぐり拾ってきて、うん、あの遠足で、はい、みんなでバケツに入れてたんです、うん、大量に。で蓋閉めてたんですけど、はい、放課後になってみんなでパカッて開けたら幼虫がよいよいよい。あるよね。あと僕あれですよ、朝必ず夏休みになるとね、はい、あのカブトムシとかクワガタ取りに行くわけで、ピンセット持ってね、で、あの木のこういうさ隙間の間にね、いるわけですよ昆虫が。うわったクワガタと思ってバッて引っ張った瞬間ゴキブリだったんですよ。うわここにいるわけですよ、ピンセットに持ったゴキブリが。もうそのままはぁーっていうだけで、もうどうしたらいいんだろうみたいな。似てますもんね、ちょっと。似てるんですよ。私もなんかバレエ教室の時に、うん、なんかガが窓ガラスと網戸の間に挟まってたみたいで。うわー、もうそれはもうパニック。
ックだね。で逃がそうっていうことになってこうくっついてたんで、うん、窓ガラスに、うんうんうん、でこう窓をこう動かしたら、うん、飛んでいくんじゃないかって言って、うん、バッてやった瞬間に、うん、潰れたんですあいつ。でしかもなんか子供がいたらしくって、いやそれ子供じゃない、それ寄生虫です。え、そうですか。それ寄生虫です。青く光る液体がビシャってなって、そこからなんかちっちゃい白いなんか、うん、それね寄生虫です。パタ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 いっぱい飛び出して周りから。それね寄生虫です。うわさあというわけでですね、非常に気持ち悪くなったところで番組を進めていきたいと思います。はい、はい、それでは早速今回も声優がいっぱい進めるマンションメゾンドイーコイの回覧回していきたいと思うのですが。お願いします。はい、気を取り直して、はい、まず最初に訪れるお部屋はリスラジで毎週月曜日21時からお送りしている長妻樹里のご飯にする、お風呂にする、それともラジオ第25回放送のダイジェストです、はい、それでは早速お部屋に訪れてみましょう。回覧板、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、痛いの痛いの飛んでいけ。さあワイフでもあり同時に循環護士の資格を持っている私が旦那様の相談ごとに乗り、痛いの痛いの飛んでいけとそのお悩みを和らげるお手伝いをするコーナーでございます、うん、これは本当に毎回私のねラジオでやっている、はい、もう定番のコーナーとなっているんですけれども、うん、今回はねせっかくマリエ先輩も来てくださっているので、はい、一緒に相談に乗っていきたいと思います。ちょっと大したアドバイスとかは言えないかもしれないですけど、いやもうワイフさんには叶いませんわ。何をしてちゃってやめてね。ちょっとあの勉強させていただきます。へこへこ、ハードルが高いよ。いやいや、というわけで早速参りましょうか。早速のお悩みはこちらです。はい、旦那様ネーム、デスルーラプログラマーさんからいただきました。ありがとうございます。ワイフゲストの三宅さん、ただいまです。おかえり、おかえりなさい。最近ベッドに入っても寝つきが悪いんです。ちゃんと寝られる機会に寝ておきたいのですが、デスクで仮眠を取るのに慣れてしまったせいか、いざ眠ろうとするとなかなか寝つけないんです。眠りたい時にきちんと眠れる方法何かないですか、ということでお悩みをいただきました。はい、じゃあ私から、はい、いつもどういう風にされてるのかちょっと勉強させていただきます。はい、ですね、やっぱり眠れないっていうのはね辛いですよね。そうですね、なんかここになっちゃうな。いやでもやっぱり睡眠をねしっかりとるっていうのはものすごい大切で、うん、やっぱりこう風邪とかもね引きやすい季節ですから、うん、しっかりと寝ていただきたいななんていうふうに思うんですよ、うん、そうデスルーラープログラマーさんって以前もお手紙くださっていたと思うんですけども、確かシステムエンジニアさんなんですよね、うん、そうなんですよ。あー結構ねパソコン画面ずっと見てると夜寝れなくなるよね。そうなんですよ。目がチカチカして、それが残って。それだと思うんです、私。うん、だから、ワイフ寝れない時とかって普段何してんの？起きてる？必死で横になって、寝たい、寝たい。そっちですね。ああ。で、ブラシしてくれって、こう真っ暗に。でもやっぱりそれでも眠れないなって思ったら、ちょっと携帯でアプリとかやっちゃう。寝れないやつじゃん。そしたら気づいたら、眠るみたいな感じなんですけど、うん、なかなかね、なかなか寝つけないときは、やっぱりこう、お部屋をね、もう寝る、何時間も前からちょっとこう寝る準備にするのがいいらしいですよ。間接照明とかね。それで本当にこう、自分は眠るんだっていう、こう、なんて言うんでしょう。お部屋のセッティングをね、うん、していただきたいなっていうふうに思うんですよ。まあ、間接照明。あと、ホットミルク。あと、なんか、リラックスできるイルカの鳴き声とか音楽、ね、あとそう、こう海のねこう波の音とか聞いて、もう無理やりでももう寝れる環境をちょっと試してみていただきたいなっていうふうに思うんですよ、うん、すると眠れるかもしれない。それが私の答え。なるほど。さあマリエ先輩の、マリエ先輩
怖い怖い、アドバイスして。いろいろ方法がそれこそね、ワイフの言ったようにあると思うんで、はい、いろいろ試してもらいたいなとは思うんですけど、私がまず寝れないとき、まあたまに寝れないときね、お昼寝しちゃったときとか、はい、ありますね。なんかこう、テンションが高いときとか寝れないときはあるんだけど、うん、そういうとき最近やるのが、ファイナルファンタジー14っていうオンラインゲームがあって、なんで笑うの？ワイフ受け止めて。私もキャンディークラッシュとかやるんでしょ？なんか戦闘とかのね、ゲームとか、はい、野蛮なね、戦うゲームとかだと、アドレナリンが分泌してさ、できないじゃん。で、そういうゲームの中の敵が出てこないさ、場所とかがあるわけよ。はい、セーブポイントとかさ。そこを見てると気づいたら寝落ちしてる。ここなら敵は襲ってこないって思って、安心した瞬間、パタッて。そう。だから、FF の、私がやってるゲームの中で、敵が絶対来ない自分の家があるのよ。自分のお部屋が。そこに入った瞬間、寝れる。いつも寝れない時は、オンラインになって、ほら、3時とかに、どうしても寝れなくて困った時に、オンラインに入って、で、そこの部屋に着いた瞬間、パタッ。こんばんは、寝れないので、ログインしました。友達に一応、入ったら挨拶をして、その瞬間、パタッ。眠れる、眠れる。うわぁ、それはすごいですね。だから、すごい、興奮するゲームをやって、うん、その中のセーブポイントの場所とか音楽を、ね、ちゃんと耳、頭にね、体に馴染ませて、はい、そこに寝れない時は行ったら、パタッと落ちる。なるほど、なんて言うんでしょう。緩急をね。緩急ですか。そう。アドレナリンの緩急をうまく自分でコントロールするといいと思います。これは上級者ですよ。いやいや、私いいこと言った気がしたんだけど。なんか、斜め上でした。次、そうですね。そうなんですよ。これお悩みをね、和らげるおまじないをこれマリー先輩と一緒にしたいと思いますよ。はいはい、では、一緒にお願いいたします。せーの。痛いの痛いの飛んでいけこれ癒されたんじゃないでしょうかね。回覧板もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったらリスラジで毎週月曜日21時からお送りしている長妻樹里さんがパーソナリティの番組長妻樹里のご飯にすれお風呂にすれそれともラジオ第25回放送のダイジェストをお聞きいただきました。番組が気になるという方ぜひパソコンまたはスマホアプリのリスラジにアクセスしてもしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったらをチェックしてみてください。お願いします。回覧板もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったらもしもタバコが丸々だったら。さあ、ここからですね、サワコちゃんのコーナーをお届けいたします。はい、毎回、もしもサワコちゃんが〇〇だったらという設定でいろんなものに変身してもらい、チャレンジを行っていただきます。はい、失敗すると罰ゲーム。成功すると僕が罰ゲーム。え？ね、なんか知らない。先週はですね、両方二人で罰ゲームやった。いや、なんか、だって、最終的に罰ゲームじゃねえ。グループ名を言ったのは、はい、岩田さんでしたから。そうです、ね。私は悪くなかったですから。ね、私はこうかなっていう段階でしたから。そうですね。今回も期待しておりますよ。ね。はい。さあ、それではですね、早速、さおこちゃんに返信していただきましょう。はい、今回のテーマはこちら！もしも、さわこが、格闘家だったら、あちょー！ああ、古いですね。あちょーですか。なんでですか？古い。せめてかかってこいやーとか言ってくれれば、まだね。まだ手前です。それもそんなに新しくないですよ。でも、アチョはさらに向こうですよ。遠い向こうですよ。かかってこいよのもっと向こうですよ。なんか、完全昭和ですよ。ね。ババチョップ的な。そうですね。ババさん、またさらにね、遠いところ、まあ、同じぐらいかな。さあ、それではですね。はい。サワコちゃんがね、格闘家だったらで、ね。はい。返信していただきますよ。格闘技に関する問題でございます。ね。はい。A から C のこのね。じゃあ、今日はね、一番、はい、左端に行きます。そうですか。左足ですか。はい、左コーナーですか。よくわかんないですね。まあ、またええやんけ。また初級ですよ。いやでもよかったです。簡単ですよ。さあ、それではですね、問題です。はい。初級編の問題。はい。余裕ですね。相撲の戦法の一種。はい。立ち合いと同時に、相手力士の目の前に両手を突き出して、はい。ね。合掌するような形で、手を合わせて叩くことで、はい。相手の目を、相手の目をつぶらせる奇襲戦法を、はい。〇〇魂。え？と言います。〇〇魂？はい、僕もすぐわかります。なんか猫魂みたいな感じですか？
そう、そういう感じです。何文字ですか？その目。そういう感じです。そういうか、犬騙しってことですか？そういう感じですね。めくらば、え？ちょっと待ってください。何文字ですか？え？何文字ですか？まるまる騙しですから。あります。ええ。え、これ、漂ってる空気は猫騙しで当てたんじゃね的な感じですか？さあ、それはどうでしょうか。さあ、答えをどうぞ猫騙し。つまんないの。もう、オフ気味で言うね。答え、猫騙し。そういう。失敗すると、相手に一気に持ってかしめてしまう可能性があるので、使われることはあまりないそうです、というね。いや、でも初めて、あれ、なんか、はい、技だっていうの知りました。猫騙し。猫騙しって。ほんと、僕一回見たことありますけどね。パンってやられるんですよ。そう。おっってなったところで、ガスッとこうね、はい、タイミング。こう立ち合いのタイミングのをずらすっていうのね。え、発狂いい。そうそうそう。残ったって言った瞬間ですよ。はい、残ったって手を上げた瞬間に、パン。わあ、でもずるい、なんか。いや、これがね、はい、意外と効果あったりするんですよ。へ、昔身長の低かったあの方がよくやってましたよね。舞の海さんがね、舞の海さんがこれやった、それ見たことありました。え、じゃあ、発狂に残ったあっていうのはどうですか、指差して向こうの。その間に、すごーってやられた。これほどかっこ悪い負け方ないですけどね。よっぽどの、こう、迫真の演技ですよね。あっそうそうそう。ってなるとみんな見ちゃうから。だからまあ、それもある種、猫騙しの、アリューとして何か名前付けられるんじゃないですか。あサバコ騙しかもしれない。100円。100円。100円ね。まあ、そういうわけで、まあ、罰ゲーム僕が。はい、お願いします。じゃあ、私から発表させていただきます、はい。罰ゲーム、負けた方は、もしも格闘家としてデビューしたら使ってみたいリングネームを考えて発表してください。勝った方は、番組終了までその名前を呼んであげてください。例、ガッツイ始末。はい。え、重心サンダーライガー。ライガーさんですね。ダンプ松本。はい。など。なるほど。はい。これじゃあ僕が今つけるわけですね。え、お願いします。かっこいい名前にしてください。かっこいい名前ですか？え、強そうでかっこいい感じがいいんじゃないですか？強そうでかっこいいってことは濁点がついた方がいいですよね。え、あ、でも、だからロック三つおとかでもいいじゃないですか。ロック、どこにも僕今濁点がついたって言った瞬間に答えたとか、ロックってどこにも濁点がないじゃないですか。ロックダミツオみたいな。ロックダミツオ。だから、毒ダミみたいじゃないですか、俺。そうですね。やっぱ、点々がすごい。俺ね、すごくね、これ全然リングネームでもないんですけども、はい、すごいかっこいいなと思うのが、バズーカ山寺ってかっこいいなと思うんです。あ、バズーカ。バズーカ山寺っていいですよね。強そう。ええ。それ、まあ、DJ さんなんですけどね。山寺さんっていうね、方の DJ ネームなんですけども。なるほど、なるほど。もう DJ ネームで、あと他に好きなのがね、はい、バカボン鬼塚って人もいるんですけどね。やっぱ楽天つくと気持ちいいよね。じゃあ、ドラえもんみつおでいいじゃないですか。ドラえもんみつお。新しいし、それ多分ね、著作権でいろいろ問題があると思うんだよね。バカボンは OK なんですか？バカボンよくつけたよね。本当にね。もっと同じ事務所なんだけどね。お兄ちゃんね、本当にね。じゃあ、なんだろう、企業ネーム背負ってやるのどうですか？じゃあ、そういう形で言うなら、やっぱり、ドラえもんじゃなくて、まあ、ありますよ、僕やりたいのは。お、何ですか？ドラえもんだともう、あまりにもじゃないですか。はい。だから、何がいいかな。楽天でしょ？ピーターパンですか？勝手に先に受けんなよ。俺が、どうすりゃいいんだ、この取り残され感は。弱そうだよな。てか、もう、俺が今弱い状態だよ。どうすりゃいいんだって感じだよ。フック三つを。フック三つを。な、どんなフックをかけるんですかって感じで。やっぱりね、僕の中ではありますよ。はい、ね、ボヤッキー三つがいいですね。ボヤッキー三つ。これも弱そうだなでしょ？じゃあ、トンズラーがいいですか？トンズラー三つがいいですか？トンズラー三つ。トンズラーの方がいいんじゃないですか？じゃあ、マージョ三つがいいですか？どっちなんだ、俺の性別は、ね。よりゲイに近づくぜ。喋り方もそれっぽくして。マージョミツオ。ちょっと待って、マージョ。トンズラーの方です。あ、トンズラーね。トンズラーは太ってる方で。ボヤッキー。ボヤッキーが痩せてる方の方ですよね。まだ、痩せてる人の方がちょっとトレースしやすいかな。あ、本当ですか？ええ。じゃあそういう感じでよろしくお願いします。この後、はい、ボヤッキーミツオさん。あれ、言ってみたもの出てこないね。ボヤッキーってどうだったっけ？ボヤッキー。ボヤッキーさて、なおとかだぞでみたいな。似てる？君がやった方がいいじゃないですか。似てるんですか？適当なんですか？適当だね。ね、すっげえハードル上げちゃったな、俺な。はい、というわけでね、うまくやれるんでしょうか。はい、そう、じゃあやるからね。あ、こんなんだっけね。全然、なんか決まり文句ってなんだっけね。ボヤッキーです。変わる。
あ、そうだ、全国の女子高生、あ、やなみさんだ、やなみ正治さんですよ。はいはいはい。全国の女子高生の皆さん。お前、やなみさんバカにすんだよ、お前。じゃあ、岩田さんの話したんですよ、今。全国の女子高生の皆さん、あ、こんな感じだね。あ、来た来た。ね、それでは続いてのダイジェスト参りましょうね。続いて訪れる部屋は、リスラジで毎週金曜日21時からお送りしている、大森にくちかちゃんがパーソナリティ番組、大森にちかのおやすみマーメイド。第25話の第25回の放送でダイジェストですよ。それでは早速お部屋に訪れてみましょうね。回覧板。もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら、お魚大事件。言わせちゃった。はい、ということで、はあ、こちらのコーナーではですね、海の生物が大好きな私が毎回とある、海の生き物にちなんだチャレンジに挑戦しています。お題の海の生き物のことを勉強しつつ、チャレンジに成功したら1お魚ポイントをもらうことができます。お魚ポイントが10ポイント貯まると、なんと素敵なお魚グッズが、そうなの、もらえちゃうんだって。でもね、聞いて、10ポイント貯まってなくて、まだ。何で今鼻で笑ったの？鼻じゃないよ。そうなの。もうこの番組も25回やってるのに、うん、で、お魚この大辞典のコーナーももう13回ぐらいやってるのに、まだ7ポイントしか。あれ、お魚好きじゃないんですか？魚は好きですけども。好きですけども、正解できなくて、ずーっともうゼロゼロ。いや、たまに1位とか。任せてくださいよ、私ちょっと。今日、魚詳しいんで。嘘ついたら。でも、今日はね、一緒にチャレンジできるから、うん、ちょっと間に合うのに助けてもらおうと思って。協力して、なんかお魚グッズね。ね、今日もらっちゃおうぜ。もらっちゃおうぜ。はい、というわけで、今回はどんな海の生き物を勉強するのでしょうか。それでは発表しましょう。今回はこちらです。メバル。聞いたことないな。嘘。メバルってあるでしょ。響きもない。こうない。あ、嘘。メダルしか。メダルはちゃう。違うよ。メバルでは、じゃあメバルの説明するから聞いててね。うん、はい。メバルとはですね、口と目が大きく、メバル、目を張るという名前も大きく、そうそう。そういう、そう。あ、ほんとだ、目。まさに今の私の。なんだい？あ、目がしている。目を張る。目力ね。目力がね。大きく張り出した目というね、名前に由来しております。全身は黒褐色ですが、実はこのメバル、成長段階で住む場所が変わり、体色も環境に応じて異なっていきます。生息域が深くなればなるほど赤みが増すため、赤メバルや黒メバル、白メバル、金メバルなど色で区別されることもあります。かっこいい魚だね。金メバルってちょっとかっこいいね。かっこ、なんかこの赤メバル、黒メバル、白メバルの金メバル。中でなんかちょっと、俺金だし、みたいな。俺、お前らよりちょっと輝いてるし、みたいな感あるよね。あるね。これは黒メバルなのかな？この写真は。ね。うん、どら。え、ちょっと、私の見てカラーなんだよ。え、ほんと、なんでだ？なんとなく。ずるい。え、ちょっと、これ。ちょっと、よくない？これ、青メバルじゃない？あ、いないや。青ないよ。いなかった。というわけで、メバルについてお勉強してきましたが、今回はメバルにちなんだ、こんなチャレンジをやってみたいと思います。題して、うん、せーの、ミラクル！ねえ。一気に合わせる。すいません。もう一回行こうかね。大丈夫、合わせるから、うん、大丈夫。題して、せーの、ミラクル、カラフル、色当てチャレンジ。はーい、息合った。それでは、このチャレンジのルールを説明します。これからですね、色に関する問題が出題されますので、うんうん、私とマリアンヌは問題の答えに対する正しい色を回答します。例えばお題が信号機の3つの色はだったら、赤、青、黄色が答えとなります。
わかった？わかるよ、信号はね、うん、見てるよ、いつも。うん、わかった。うん、じゃあ、ルールわかった？あ、わかった、わかった。よかった、よかった。では、見事ですね、お題に正解することができれば、1、お魚ポイントゲットです。うん、ね、マリアンヌと今日はできるということで、ね、答えを相談しながら、やっていきたいと思います。それでは、やろうね。うん。いいかい？はい。では、最初の問題、お願いします。イタリアの国旗はフランスと同じく3色で構成されていますが、うん、イタリアの国旗は赤と白と何色で構成されているでしょうか？これはもう、わかるよね。わかりますよ。じゃあ、もう相談なしで、うん、せーのでいく？うん、いくよ。せーの、緑！やったー！わーい！一応魚ポイント。これちょっと、問題来た時にびっくりして、イタリアの国旗は、うん、赤と白と、うんうん、なんか、順番を、左からの順番はって言われた、あ、上からの順番か。うんうん、あれ左からの順番。なんか、順番言われたら、どうしようと思ったけど、うんうん、よかったね。色で。はい、どんどん、あ、そっか、緑です。正解はですね、緑は美しい国土、うん、白は雪、うん、赤は愛国の熱血を表すと同時に、自由、平等、博愛も意味しているそうで。そうだよね、国旗ってなんか、いろいろ、ね、意味もあるもんね。そうなんだ。そうだよ。そうなんだ。うん。では、続いていきたいと思います。F1 などモータースポーツで用いられるチェッカーフラッグは2色で構成されていますが、使われてる色は何色と何色でしょうか？チェッカーフラッグって、こう、そう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 。ゴールしたときとかに振ってる。これは相談なしでいけるよね、うん、見たことあるよね、うん、あります、テレビとかで、うんうん、いくよ、いい、大丈夫、うん、いくよ、うん、せーの、黒と白、わあ、ちょっとこれ、ちょっといい感じ、タイランド、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、リスラジで毎週金曜日21時からお送りしている大森にちかさんがパーソナリティの番組、大森にちかのおやすみマーメイド第2週公開放送のダイジェストをお聞きいただきました。番組が気になるという方、ぜひパソコンまたはスマホアプリのリスラジにアクセスして、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったらチェックしてみてください。チェックしてね。ですか？そんなことないよ、やってるよ。というわけで、あっという間にお別れの時間でございます。もうお別れの時間なの？ちょっとぼやっきーの、ちょっとお静かに。リスラジ天国飛行艇のみなちゃん、目の付き子に、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、略してもしこいでは、もしこい。ご存知でしょ？思い出したよ、今思い出したよ。公式サイトやツイッターもやっております。番組に関する情報などはぜひこちらでもご確認ください。よく噛むね、君大丈夫？全部ボヤッキーさんのせいですからね。あ、ごめんね。さあ、この後はね、 A&G アーティストとメソンド1個への2H です。こちらもお楽しみください。それではお時間です。回覧板、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、お相手はボヤッキーみつおと、でこれリングネームですよね、弱そう。あたさまこでした。また来週、バイバーイ。